なところに屋敷が。早く来い。いいか、あの方に失礼のないようにしろよ。どうぞ。ただいま戻りました。先ほどはお任せしてしまいすみません。その奥さんは？この方は大丈夫ですよ。ご主人は気の毒ですが、拘束して地下牢に。人の怪我の手当てをして辛くないですか？鬼の俺たちが血肉の匂いによだれを垂らして耐えながら人間の治療をしているとでも。よしなさい。辛くはないですよ。普通の鬼よりかなり楽かと思います。私は私の体を随分いじっていますから。鬼舞辻の呪いも外しています。呪いが体をいじった？場所を変えてお話ししましょうか。あなた方の話も聞いておかなければなりませんからね。そうですか、そのような事情がおありだったのですね。でしたらやはり力になれることがあると思います。それにはまず先ほどの続き、私たちのことをお話ししなければなりません。先ほども申しましたが、私たちは鬼です。ですが私たちは人を喰らうことなく暮らしていけるようにしました。人の血を少量飲むだけでこと足りる。血を？それは不快に思われるかもしれませんが、金銭に余裕のない方から輸血と称して血を買っています。もちろん彼らの体に支障が出ない量です。そうか、この人たちから鬼特有の異臭がしない理由はそれなんだ。ユシロウはもっと少量の血で足ります。この子は私が鬼にしました。え、あなたがですか？でも、え、そうですね。鬼舞辻以外は鬼を増やすことができないとされている。それは概ね正しいです。200年以上かかって鬼にできたのはユシロウただ一人ですから。え、一つ誤解しないでほしいのですが、私は鬼を増やそうとはしていません。不治の病や怪我などを負って余命いくばくもない人にしかその処置はしません。その時は必ず本人に鬼となっても生きながらえたいか尋ねてからします。嘘偽りもない清らかな匂いがする。この人は信用できる。珠代さん、鬼になってしまった人を人に戻す方法はありますか？鬼を人に戻す方法はあります。は、教えてください。どんな傷にも病にも必ず薬や治療法があるのです。ただ今の時点で鬼を人に戻すことはできない。ですが私たちは必ずその治療法を確立させたいと思っています。治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べなければなりません。そこであなたにお願いしたいことが2つあります。1つ、妹さんの血を調べさせてほしい。2つ、できる限り鬼舞辻の血が濃い鬼からも血液を採取してきてほしい。禰豆子さんは今極めて稀で特殊な状態です。2年間眠り続けたとのお話でしたが、おそらくはその際に体が変化している。通常それほど長い間人の血肉や獣の肉を口にできなければ、まず間違いなく凶暴化します。しかし驚くべきことに禰豆子さんにはその症状がない。この奇跡は今後の鍵となるでしょう。禰豆子。もう一つの願いは過酷なものになる。鬼舞辻の血が濃い鬼とはすなわち鬼舞辻に
より近い強さを持つ鬼ということです。そのような鬼から血を取るのは容易ではありません。それでもあなたはこの願いを聞いてくださいますか？それ以外に道がなければ俺はやります。珠代さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら、そうすれば禰豆子だけじゃなくもっとたくさんの人が助かりますよね。そうね。あ、まずい、伏せろ。ヤハバの言う通りじゃ。何もなかった場所に建物が現れたぞ。巧妙に物を隠す血気術が使われていたようだな。しかし足跡までは消すことはできぬ。わしの目にはごまかしは効かぬぞ。ふん、鬼狩りは鬼と一緒にいるのか。どういうことじゃ。それにしてもすさまる、お前はやることが幼いというか短絡というか。ヤハバはうるさいの。私の鞠のおかげですぐ見つかったのだから良いだろう。鬼仏寺の手下か。今までの鬼と明らかに匂いが違う。強いのか。濃い匂いだ。肺の中に入ってくると大盛り。ん？耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。俺を狙っているのか。面白いの、面白いの。十二気づきである私に殺されることを光栄に思うがいい。十二気づき。鬼仏寺直属の配下です。さあ遊び続けよう。朝になるまで、命尽きるまで。珠代さん、この二人の鬼は鬼仏寺に近いですか？おそらく。では必ずこの二人から血を取ってみせます。